友田京介10月30日から1937年10月6日は日本の進撃俳優。本名は友田五郎。1899年東京市日本橋区に実業家の友田六之助の子として生まれる。幼い頃から芝居を好んで過ごし、近所中学校へと進んだ。中学生の頃に肘方義と知り合い。 おばの住む神奈川県茅ヶ崎の家に、南古座と名付けられた芝居小屋を作ってもらい、ひじかたらと素人劇団を作りそこで演劇をしていた。1917年に、早稲田大学独文化へと進み、在学中に、新劇協会の畑中昭波の指導を受けて、1919年に、ワーニャ博夫さんで本格的な舞台初出演を果たした。翌1920年に舞台、 青い鳥の大阪公園に先進するため、早稲田大学を中退し、同年末、当時10代前半であった、初代水谷八重子、夏川静らと、しわすかいを立ち上げた。八重子が、水谷畜子と共に起こした第二次芸術座への出演などを経て、1924年に、幼い香る、肘方義、和田忠塩見洋、浅利鶴男と共に、 月地小劇場の創立同人として創設に参加した。第1回公演の海鮮を皮切りに狼、夜の宿、愛欲などに出演し、1925年に女優の田村明子と結婚、1928年には久保田万太郎作大事学校で新生命を開き人気を博した。 1929年の幼いの死により、築地小劇場が分裂した後、翌年の劇団新東京創立を経て、1932年、秋子と築地座を旗揚げする。岸田国史や久保田らの三上を得て、雑誌、劇作に発表された市民感覚あふれる創作劇を次々に上演し、小山祐志らは会劇作家に創作の機会を与えたが、1936年に、 月地座は解散した。翌1937年9月、岸田、久保田、岩田富を妻の田村昭子らと文学座を創立するが、間際に、友田は召集令状を受けており、文学座結成発表会が、友田の戦地への感想会となっている。同月20日に王将して、赤羽公平隊に入隊、10月6日に、上海郊外の五将で戦没した。 同年12月、南京総攻撃に従軍した西条八重は、彼の死を悼んで、五章クリークのほとりに立ちての長子を捧げた。友田の死は、敵前とかあ、友田五条として、日活玉川撮影所により映画化され、翌年2月に上映された。茅ヶ崎市南湖四丁目にあった、友田京介の別荘を囲むようにしてある坂は、友田の坂と呼ばれている。 ありがとうございます。